メタルハライドランプ、メタルハライドランプ、英語、メタルハライドランプとは、水銀とハロゲン化金属、メタルハライドの混合蒸気中のアーク放電による発光を利用した高輝度、小電力、長寿命のランプのこと、略称としてメタハラなどと呼ばれる場合もある。一般に、ハロゲン化金属には、溶化ナトリウムや溶化スカンジウムが用いられる。基本的な構造は、 水銀糖と同一であるため、水銀糖の一種とみなすこともある。金属元素の電子繊維による発酵を利用し、水銀糖の炎色性を改善したもの。封入するハロゲン化合物の種類、比率により色温度を調整することができるため、水銀糖やナトリウムランプ等他の HID ランプよりも炎色性に優れている。ランプ寿命期において、 青緑色に変色発光をするため、緑色信号灯と誤認しやすいという理由で、近年では、道路照明灯への採用を経営する象徴が多い。金属の単体は高温、高圧化では、発光管の素材である、石英ガラスと化学反応を起こすため、反応しにくい、ハロゲン化合物が用いられる。発光管内には指導補助用にアルゴンガスや、ネオンガス、 蒸気圧の調整のために水銀も封入されている。発酵管の素材として侵食されやすい、石英ガラスの代わりに、透光性セラミックが用いられるものがあり、その場合は、セラミックメタルハライドランプと呼ぶ。高圧ナトリウムランプほどではないが、従来のメタルハライドランプよりも優れた、省電力、長寿命を実現しており、寿命期の変色発光についても改善されているため、 再び道路照明灯への採用も期待されている。水銀灯同様、電源には専用の安定器が必要であるが、水銀灯用の安定器が使用できるように調整した製品が多いため、水銀灯の代替製品として使用されることが多い。高輝度で、効率も良いので、大規模な商業施設や高層ビルなどの吹き抜け部分、 室内アトリウムのベース照明等に用いられる場合が多い。高さのある天井から床面を直接照らすことができ、太陽光のような雰囲気を作ることもできる。また、比較的に寿命も長いので、メンテナンス作業を省力化したい場所にも用いられる。高速道路のトンネルでは、排気ガスやゴミなどの影響を受けにくいために、光が通りやすく、水銀ランプと比べて、 消費電力が2分の1から3分の1程度と、経済的で寿命が長いといった特徴があることから、オレンジ色の光を発光するランプ、ナトリウムランプが多く採用されていた。しかし、オレンジ色ゆえに赤色が黒っぽく見えてしまう欠点があった。そのため、発光色が白く色の判別も容易で、より自然な色の見え方に近くなる、蛍光ランプにおいて低圧ナトリウムランプと、 同程度の省エネルギー性及び廃校特性を得ることが技術的に可能となったことから、新名神高速道路の高南トンネルと根性山トンネルには片側照明方式で用いられている。アクアリウム、干渉魚の専門家、ハイアマチュアが水草水槽用、サンゴ水槽用、特にベルリン式やモナコ式などのナチュラルリーフ水槽に使用することもある。 アクアリウムへの導入は1970年代後半で、西ドイツのデュプラ社によるものであった。蛍光灯などの一般的な水槽照明器具よりも高価であるが、高い光量を要求する光合成生物の飼育に有効であるか、蛍光灯よりも高速が揃っているために、水面よりもずっと高いところから照射可能で、いわゆるオープンアクアリウムを楽しむことができる。欠点としては、 発熱が大きく水温の上昇を招くため、水槽用クーラーとの併用が推奨される。また、光量が大きすぎるために生物が日焼けすることもある。深場に生息する魚類の飼育水槽で用いると色が退色、黒色化することもあるし、サンゴなどでは発火を招くこともある。逆に、適度な色温度と光量、照射高度を選択することで、 サンゴなどの色彩が濃く美しくなる現象も知られている色揚げ。爬虫類のような日光浴により体温維持及び紫外線を必要とする生き物の飼育に高焦度かつ紫外線量の豊富さから用いられている。従来だと蛍光灯タイプの紫外線灯にレフ級による赤外線によるバスキングが一般的だったがメタルハライドランプなら1台で済む。 高照度で色上げや活発化につながるため、マニアの間では好んで使用されている。プラネタリウムでは、投影機内部に設置する高性電球として、特に最近の機種において、従来のハロゲンランプに代わって使用される事例が多い。ハロゲンランプと比較して、色温度が高いため、使用すると白色、または若干青みがかった白色の製造になる。 サッカーや野球等の競技施設におけるナイター用の照明、ゴルフ場やダーツ等の娯楽施設の夜間営業用の照明に用いられる。ただ、現状では横浜スタジアムや福岡や福岡、ドームのように高気度 ED へと取り替える動きも出てきている。水銀灯と比べるとイニシャルコストが高いという一面もあるため、国立代々木競技場のように水銀灯と、 メタルハライドランプを併用、状況に応じて切り替えて使用している例もある。修魚灯に用いられる。日本ではイカ漁やサンマ漁などが多いが、サンマ漁では2008年頃から LED 照明への置き換えが進んでいる。イカ漁では2010年現在主流である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。